ダチョウやドリームクリエイターの銀です。今日は前回のアイロンソーセージの反省を踏まえて本気でソーセージ焼きに行きます。なんかいろいろ調べてたら、このプリングルスの缶を使ってソーラークッカーができるらしい。一丁作ってみっか。まずここをカッターで四角く切る。お、いや硬いな。意外と硬いぞ。うお、そうしたらこことここにこのバーベキュー節をぶっ刺す。鉄じゃん。これぶっ刺せるかな。言ってくれ。うわ頑丈。これちょっとやばいな。うわ、おお。プラスチックのとこは余裕やろ。お、いった。オッケー。ここにソーセージを刺す。ちょっとなんかちょっと S 字になっちゃったよ。ちょっとなんか S 字になってるけど。おっしゃ、刺さった。そしたらラップを巻いて太陽の下に持ってく。このベランダの最先端に貼り付けとけばバッチリでしょう。このまましばらく待つ。そろそろいいでしょう。たっぷり太陽の日差しを浴びた紫外線ソーセージ出来上がり。結構ね、意外といい匂いするんだよね。これわりかしいけてるんじゃないかな。あとわかるかな、すごい汗かいてるんだよね。水滴がすごいついてる。それじゃあ早速いただくとしようかな。心なしか黒くなってるのは気のせいかな。こちらですね、紫外線ソーセージ。なんかシワシワじゃない。あとこの割れ目がすっごい色悪い。大丈夫かな、これ腐ってんじゃないかな。いや、いただきます。うん、カルパス。水分がなんかもう全部抜けてカチカチになってカルパスになるんだね。だからなんかね、焼けてはいる、焼けてるとかそういうあれなんかちょっともうもはや分かんないんだけど、うん、とりあえずねカルパスだねこれは。でももうカリッとして中から一応油が若干出るかな。なんだろう、まあこれはこれで美味しいっちゃ美味しいけど、想像してたソーセージとはちょっと違う。おつまみだね。おつまみにはすごくいいかもしれない。そもそもこのセブンのこのソーセージめっちゃうまい。というわけで今回はカルパスの作り方でした。以上、カリさん。動画を見てくれてありがとう。こんな感じでくったらないことしてるから、よかったら他の動画も見てね。で、面白いなって思ったらチャンネル登録もよろしく。 Twitter とかもやってるから別にフォローしてくれてもいいんだからね。それじゃ、またね。